ある1、太りやすい。ゼロと比べるとレイちゃんは結構太りやすくて、まあ、原因はね分かってるんですよ。この子ね、食べた後すぐ寝てる。あとね、ちょっと遊ばないで放置しちゃってる時とかも、ゼロは一人でずっと遊んでるのにレイちゃんずっと寝てるんですよね。レイ、ただね、遊ぶ時は遊んでくれるんですけどね。でも寝る方も好きね。あとね、とにかく、おやつあげた。とにかくね、食いしん坊なんですよね。何でも好きなので、何でも食べちゃうの。猫砂も食べちゃうの。なんでうちはもうね、ずっとね、おからの猫砂になってます。おからで食べても平気なやつをしております。食うな食うな食うな、おまえ。むしゃむしゃじゃない、りんちゃん買いだついでに食べていいの？そういうルールないから。で、あとですね、フレンチブルドッグちゃんって体がね、もともとムチムチしてるんですよ。こうなんか皮が余ってるみたいな、こうムチムチ顔なんですけど、なのでね、太った時にね、分かりづらい。皮が余ってる分ボヨンとこうなんかたるんでるように見えちゃったりとかして、結構ね、太ったことに気がつきにくいので、あ、太ってきたなって思うとね、もうね、結構いってる時がある。なんでね、まあ、早いところに気づかないといけないですね、フレンチちゃんは。丸2、皮膚ケアが大変。フレンチブルドッグちゃんって白のこの毛が生えてる子たちは割と皮膚が弱めって言われていて、まあ、レイちゃんも例外なくこうパイドなので白い毛が生えてるんですけど、冬はね、アトピーで皮膚がカサカサしてて、夏は赤みが出てきちゃったりするんですよ。なんで、まあ、レイも皮膚がすごく弱いです。レイちゃんはですね、一年中通してセラミドが配合されたシャンプーで洗ってたりとか、ローションつけたりとかして皮膚を強くするように頑張ってます。で、あとかゆみを抑えるために、アトピーのお薬ですね、かゆみを抑える薬も飲んでます。あ、でもひどい時飲んでるぐらいで、ひどくない時は飲んでないんですけど、お薬と上手に付き合いながらアトピーを今改善している最中でございます。でも皮膚バリアさ、直すやつ結構よくて、買い替えも収まってきたし、いい感じになりました。で、特にね、冬は保湿大切なのでね、保湿もしつつ頑張っています。あとやっぱり引っかいちゃうといけないので、皮膚保護服って言って、まあ、皮膚を保護するために、引っかかないようにするための洋服を着ています。とね、引っ掛け傷作っちゃうと直すの大変なので、まずはね、引っ掛かせないことが大切です。まあ、皮膚弱い子って何でもかぶれとかが出ちゃうので、お外連れて行く時とかも皮膚を覆いかぶせてくれてるから、アレルギー物質に合わなかったりして、結構かゆみ自体も抑えられると思ってます。とにかくですね、皮膚ケアにお金も時間もものすごくかかります。ブルブルちゃん、みんなかはわからないけど、まあ困ったことですね。丸三、暑さに弱い。フレブルちゃんだけじゃないんですけど、この鼻が潰れてるタイプのワンちゃんってものすごく暑さに弱くて、もう本当に25度でもガフガフしてるぐらいの子たちがほとんどだと思います。なのでね、夏場は特にクーラーはもう一日中室温が25度になるようにつけてるんで、設定温度22度とかの時もあります。まあ、夏のね、暑い時期とか。なのでね、まあ、電気代がすごい。お出かけの時も保冷剤をもうこんな首周りにがっちり固めてお出かけしたりとか、あとは扇風機をね、常に持ってます。扇風機はね、冬場でも持ってます。室内になると急にほら暑くなっちゃったりとかするから、お出かけの時は扇風機を常に持ち歩いているようにしてます。丸4、興奮しやすい。普段はね、こうやってすっごいのんびりしてるんですけど、ひとたびスイッチが入るともう大変、落ち着けるのにももう大変なぐらい興奮します。で、レイの場合はなんかお風呂上がりとか、ちょっとストレスがかかってる時とかになると、ブワーって大暴れしてくれます。
とにかくね、興奮させるとちょっと大変なので落ち着けるようにしております。でね、今こうやってなでなでこうやってしてるのも、これ興奮抑えるやつで、毛の流れに沿ってこうやってなでてあげると結構こう落ち着いてきてあげる違う、落ち着いてきてくれる。あとね、指示を出す。今これカメラの向こう側でパパが待てっていう指示をかけているので、レイちゃんここにいてくれるんですけど、それこそわーってこう騒いじゃってる時は待てをかけたりとか、お座りをさせたりとかして、一旦指示を聞くっていう動作を入れて気持ちを落ち着けてもらってます。で、丸5、これ一番困ってるやつですよ。一番困ってるやつ、可愛すぎる。もうね、可愛すぎるんですよ、本当に。もうね、全人生の全時間をあげたくなるし、お金はふんだんに使いまくってしまうしね、もうね、困ってんだけど最高だと思いますこれが一番困るやつ。フレンチちゃんこんなに可愛いと思ってなかったんでね、ママは最初初めてハナペチャ犬を飼っているので、パパはハナペチャ犬好きだったけど、ママは長毛のふわふわした子が好きだったんだよ。短毛のベチャベチャしてる子たちじゃなくて。だけど今となってはフレブル全部好き。フレブルのグッズも集めちゃうし、もうね、ダメだよ、フレブルオーナーはもうね、ダメなやつ多いよ怒られるわ、こんなこと言ったら。はい、というわけでフレンチブルドッグを飼ってみて困ったこと5選でした。これからね、フレンチブルドッグ飼いたいって思ってる方とか、飼ってみたいなって興味を持ってくれた方とかの参考になれれば幸いです。